皆さんこんにちは、ケビンです。今から新型コロナウイルスのワクチンを打ちに行こうと思います。打つ場所は全米に展開している CVS というドラッグストアで打ってきます。で、そう、寒いんで行ってきます。 CVS の中に入ってきました。ここで打つのかな。 COVID-19 をよく見たらここに COVID-19 ワクチンエリアって書いてある。このなんか小さなこのエリアの中に入って打つみたいですね。なんか1畳ぐらいしかない狭いところにパーテーションをつけただけのなんじゃこりゃまだ打ってないのにワクチン接種カードもらいました。はい、やっぱりここでした。今打ち終わりました。その、まあ、なんかあるといけないんで15分間この狭い場所か、まあ、お店の中、まあ、歩いてもいいよってことでここで15分ぐらい待って何もなかったら帰っていいよっていうことでした。はい、ワクチン打ち終わって約3時間経ちました。めっちゃ痛い、肩めっちゃ痛い。痛いっていうのはですね、なんていうんですかね、筋肉注射なんですよ。日本で打つ予防接種って皮下注射でこう針を斜めに入れると思うんですけど、筋肉注射ってこう直角にブサッて刺すんですね。で、今回のワクチンって僕はモデルナのワクチンだったんですけど、モデルナもファイザーも基本的にはメッセンジャー RNA ワクチンなので筋肉に打たないといけないそうで筋肉注射になるんですね。だから日本で打つ場合も基本は筋肉注射になります。すげえ痛いっす。どれぐらい痛いかっていうとですね、肩がこう上げられなくて、このぐらいからもう痛いって言って上げられないですね。痛くて痛いっていう感じで、この痛みどういう痛みか、昔小学生とか中学生の時肩パンしませんでした？肩パンした後みたいな感じ、マジですっ昔のこの肩パンを思い出しますね。肩パンで負けた後の痛みにすごい似てます。なんで僕右利きなんで左に打ったんですけど、利き腕じゃない方に絶対打った方がいいと思います。なるべく次の日が休みとか、あんまりそういうことをしないような日に打った方がいいと思います。もしかしたらこの後ね、熱とか風邪というかコロナの症状みたいなのが出るかもしれないので、僕は金曜日に打って、午後半休、まあ、今のところその体調的には全然まだ大丈夫です。今日の夜とか明日の朝とかにもしかしたら熱が出たりとかするかもしれないんですけど、まあ、今のところは、まあ、とりあえず約3時間経って肩めっちゃ痛いっていう感じです。